冬の後継ポートランド日本庭園はアメリカ合衆国オレゴン州ポートランド市の都市公園ワシントンパークにある日本庭園である22000平方メートルの面積を構える砂と石の全庭園1963年に造園家の戸谷拓馬教授によって設計された後1967年に開園した米国で発行されている日本庭園の専門雑誌 ジャーナル・オブ・ジャパニーズ・ガーデニング r 誌は北米大陸に所在する公共日本庭園約300カ所について2004年以来数年ごとにランキングを作成している。ポートランド日本庭園は毎回上位に選出されており2013年版ランキングでは第1位に位置づけられた。伝統的な日本庭園が発展し成熟するまで通常数百年の歳月を要するのに対し ポートランド日本庭園は短時間の西洋的手法と風格のある東洋の表現を融合することで非常に短期間で発展することに成功した点は特筆に値する。下側の出入り口伝統的な造園法では庭園は大地を表現する三つの要素が交わるという。つまり石は山々の強靭と島々の支持を表し、水は中心にして正常を表し、 植物は自らを、質感、色彩と成長で優雅に見せる。主題は、ポートランドからカスケード山脈に至るまでの地帯と、その地形が織りなす微妙な見え隠れであり、庭園はその全体から自然景観の連続的な移り変わりの運動を描画している。ありがとうございます。